僕が最初思ったのは死ャーハタを起こしてる話をここ自爆行こう。してるから <laughs> 5番が自爆した理由をちょっと多分待ってて意味なく自爆に意味があると考えても <laughs> はいよろしくお願いします。人狼殺 <laughs> あ、人狼来ちゃいましたよと配信外でーす。配信外オオカミちゃんでーす。 ん2番あじゃあ4番お願いしますうん今度は二郎旋風機行くかうんさっきね全人が露しだったんですよね それか占い出て対抗紙もいい僕は潜伏しときます <laughs> 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 オッケーオッケーオッケー。 はははいはい、はい。<laughs> お手手つなぎたい。あ,あいいよ。なんか4番白いなーっていうか。<laughs> 朝が来まなんかわかんない。とにかく4白いや。おう。頑張れ。後ろを貸してくれあ。4番のアセポンズです。お願いします。ナビたちでした。アセポンズじゃないです。こってりまよ。ちゃんと盤面を見ましょう。しっかりと。<laughs> <laughs> ちゃんと盤面見て、吐く漏れをしないでください。吐く、うん、漏れすると袋叩きになります。<laughs> <laughs> そしてつり地になっちゃうから、たとえ村だとしても。だから、ちゃんと盤面見て、吐く漏れしないでください,、うんはい。そんなところですかね。まあ、あとは、まあ、単体精査するんで、まあ、怪しいと思ったところをちゃんと言うって感じですかね。うん 分かんないなら分かんないって言うから僕は結構この位置ってクソほど弱いから、まあ、分かんないなら分かんないって言うけど、うん、できるだけ答えを出すようにしますはい5番のプレイヤーは発言してください、はい、これはねあの僕はね4番さんをね4番さん分かりませんよ別にどういうど,どの人かはでもあのー、4番さんが心配だからねあの1周目に全部出た方がいいと思うやっぱ盤面分かんなくなっちゃったら ねえ釣られちゃいますから。ああその通りだよ。だから、4番さんのためを思って、僕はね、出てあげた方がいいと思う。ああちなみに僕はしようないです。4番さんがね、もしかしたら人外かもしれない。でも、人外でも出てあげて、で、盤面把握できない。ああ、やばいやばい、釣られるっていうね、その理由、その釣られる理由だけは僕はね、なんとかしても、なんとか阻止してあげたい。4番の。そんな。 4番のママのような気持ちで僕は聞いていました。はい。なので、1周目に出なかった役職がもし現れた場合には、人外視してしまうと思います。6番のプレイヤーは発言してしまう。マジかよ。よと思ったり。まあ、占い師です。4番さんが白です。お願いします。<え>そうですね。まあ、5番さんは、まあ、4の白が見えてるからっていうわけではないですが、まあ、単純に、まあ、人外だとしても、 なんかまあそのつらレディはかわいそうだからっていうのはあるんだろうけど。うん。まあまあまあ結構心象はいいかなって自分視点では思ってるかなくらいですね。小判さんに関しては。くらいしか言うことがないかな。うーん。まあ記者はど,どんな面でも、全能以外は基本的に僕は出てきてほしい。三章でも出て,出てきてほしい、正直。俺は三章の時、まあこれ言っちゃうと人間もいるかもしれないけど、まあ霊媒噛まずにグレー紙して、 まず紙ずらしてぐっちゃゃきないで捨てたりするからちなみになんかねうん3勝でも出るべきかなって思っちゃうこの人なんではいお願いします7番のプレイヤーは発言してくださいはい特に CO はないです6番の4勝ハグまあそうね6番から特段に背よそは拾えなかったかな別に棋し出す出さないの進行論も6番の考えだと思うしう でまあこれまた意味ないことを言うかもしれないけど、うん、なんか5番があっ5番強靭なさそうだと思うあのいや5番があの相方と話し合って自分潜伏しますって言ってる場合を除いて、うん、4番がかわいそうってなんか本当に思ってそうだったから、うん、心配だなぁみたいなだから五番が <laughs> 話し合いはするやろでとかあるいは強靭の時って だから出てあげましたみたいな言い方をして役職に出るかなって思ったから、うん、なんかそれをしないのは強人まあ少なくとも強人じゃないのかなって思いました。はい、以上です。八番のプレイヤーは発言してください。さいはい、六番さんシロ、六番さんシです。だから私視点六確定強人ね。だから七番さんから五番さんの間に私以外で二郎います。 でね、私、この位置で出たのは、本当に潜伏して三 c o に持っていくっていう手もあるんだけど、私は三 c o が嫌いです。まず三 c o で、真である私がなぜ釣られる必要があるのかと思うと、<laughs> ちゃんと私は残って精査をしたいと思っているから出ました。六、うんうん、強人です。だから、六以外に二郎います。うん、でね、私、五番さんの四番さんへの触れ方はまあ、 全外でもって言ってるから分からんでもないんだけど、5番3視点でさ、4が全外だったらどうするのって思ったけど、でも5が1周目でなんかこう、全いい外じゃない方が確率高いんやから,ら。固まるからいいなと思ったで、4が結構気になる白い位置だし、はい。9番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ微妙、微妙ですね。 まあ4番が白い位置だし気になるは6番が強靭を知っている8番の視点としてはちょっと変な発言かなと思いましたけどまあ8番が似せて6番に白を指すのもあまり強いムーブとは思えないまあその1点だけ見ると8番はシーンあるのかなと思うもののその発言はちょっと変だなと思いました7番の意見についてはまああの理解はしましたあのよってもって5番が強靭ではないという推理は私はしないですけれどもあの7番さんの意見としては承知したし まあこれであんまりこのディスカッションに時間使うのはもったいないなって思いました。8番が5番に言ったことに近いんですけど5番が4番に対して可哀想だからっていう視点はなんかちょっと臭いなと思いました。あの本気でそう思ってるかもしれないけど4番があの2周目で役職に出ようとしてる陣がいてパターンもあるしそもそも役職ってパターンもあるし4番の発言ってまだあると思ってたからなんかすぐ可哀想って思考に至るのはちょっと不思議だなと思いましたよ。うん、1番のプレイヤーは 発言してください、はいいはないです5番さんは4番さんに対して人外であっても別の要素で釣ってやるぜっていうふうに言ってたと思いますよ。あのその盤面把握できなくてわあたふたしてる狼を釣っても面白くないいいゲームにしたいって思ってる5番さんっていうふうに聞こえたので僕は怪しんでいないです。うん、えと6番さんの思考68ですけど6番さんの思考が通ったなって思ったんですね。 えっと5番さんに対しててちょっと白く見ていたんんでですよで5番さんは、えー、出てあげようよっていうふうに言ってたで6番さんは実際それを聞いて出ただから5を村っぽく見て、うん、その言うことを聞いて出た6番、うん、っていうのは話の筋が通ったなって思いましたはい、うん、それぐらいですはいまだグレー精査できない、えー、6八の審議つけたわけじゃないです、うん、以上 2>, 2番 のプレイヤーは発言してください,、うん、い全く分からんかったな、今の一番の。数字が通ってるから、でも別に何ともないんやったら、そうやって言う必要あるかなと思ってた。数字が通ってないと言って分かるけど、基本的に人が話してるのは大体数字は通ってるくない。人外で無理やり熱をしなん限りは。だからわざわざ言う必要があったかなと思って、1が若干気になった。で、6、8に関しては分からん。 ただまあ8が、これはでも多分考え方の違いやけど、その位置で強い一やっていうのは分かってるわけやん。潜伏して3を狙うのもありって言ってたってことは。だったらなぜそこまで3勝で自分が釣られなあかんのって、そんな懸念するかなと思ってた。で、これは考え方の違いだから分からん。それで8が偽かっていうのは。ただ9も言ってたけど、4が白い位置っていうのはマジで全く分からんかった。7が、例えば7めっちゃ狼に向いてて、それで7が潜伏してから47あるとかやったらまだ分からんでもないけど。3番。 のプレイヤーは発言してくださいはい3番、霊能者、霊能者、把握お願いします。まあ、この村のボロ同金として言わせてもらえば、<laughs> うーん、なんだろうな、2番の叩きはちょっとだけ不当かな。1番は多分6番はいいねって感じだけど、白黒要素は取れないねって感じだったから、まあそこまで深く取る要素ではない。で8番が6白打つの強くないなって意見もなんか出てて、まあ納得はできなくもないけど、まあ8強。 8オカミでやるっていうよりは8強人かなって思ったし8番視点で4白1だからっていうのは納得できなかったし、うん、まあ僕から言わせてもらえば5番の行動は,は俺は潜伏してやるよっていう行動にしか見えなかったから <laughs> なんかあんだけめちゃくちゃ言っといて上げて落とす作戦かなって <laughs> <laughs> 思えなかったから、まあ、みんな全然でとても良いと思います以上いや4番出ませんのプレイヤーは発言してください なんか場面ありますか動きありますかありませんね。じゃ、固定しまーす。はい。3番 <laughs> <laughs> の考えが全く違かったよねって話ですね <laughs>。まあ、そうだな。気になった位置は1番かな。なんか1番のその5番の、五番が6番に対してなんか筋を通したって話が、それだったら俺は、は俺結構、 なんか安直に考えちゃうんだけど5番6番オオカミ5番6番オオカミ歩くないって思ったけどまあそしたら8番が6番白打ってるから、うん、まあそれはないとそうなった場合って5番6番陣外とかあるんじゃない<岸>だから5番オオカミ6番強陣とかうんえ7番狩りよハークって思ったけどなそうだな っって思ったけど、ま、ただ実視点では6番8番の占い心理はわからないって感じですね。だから2番の1番に対してそれを言って何になるのか結構俺が正しいと思ってるから2番は釣り位置にならないと思ってるかな。はい。5番は4番に対して何者か知らんけど、えー、な,んかなんか僕に対して優しかったんで心象いいぐらいしかない。これは結構雑ぐらい <laughs> 雑ですね、めちゃくちゃ。 印象いいぐらいだから別に2週目の話はちゃんと聞くよ。そんなところですかね。釣りたいのが一番って感じかな。占いシンはついてないですね。そうですね。そんなところかな。ちょっと、ちゃんと話聞くけど、現状は一番釣りたい。5番、のプレイヤーは発言してください。ね、いや、まあ自分の発言が盛大な振りになっていて、2週目にしようできたらよかったなあってね。応用した。3番の発言を聞いて思ったけど、残念ながら。しようはないです。 でもね僕は1番さんの意見は分かってしまったんで2番さんの意見に否定派なので、えー、4番とも意見が合いません。だからそもそも5六牢を見た方が良くないって4番に言われたけど6番ってなんかその筋,筋通す理論で,でなんか話,して話をしていてでまあだから最終的には5番しろかなみたいな着地の仕方だったから筋を通したいという意見をそのままやりたいっていうんだったらもう最初からいやだから5番が印象いいですってなんか迷った結果の5番さん印象いいだったと思うんだよね。 だから、うん4番のその566を見るべきだってのは分かんなかったです。で9番は僕は白いと思ったな。えっ、ー、とね7番の意見に対して言いたいことはあるんだけどまあちょっと生産性ないからやめときますみたいなはは話から始まってあのねちょ,ちょっとちょっとつつくところはあったんだけど9番印象良かったあの。つつくところっていうのはえっ、ー、と、8番と9番って意見違うけど結果的になんかなんか、見方が5なんか5番って8番は本当に。 本当に4番のことを心配していたと思えたみたいな話があって9番はいや心配してるとはちょっとあんま分かんなかったけどでも4番の役とかの話もあるのにそこを無視して4番の心配をしてたのがなんか変みたいな話だったと思うからなんかそこは着地が違ったかなと思ったから9番のえっ、ー、と部分そこの部分がちょっとつつけるけどまあ入りが印象良かったですで僕は1番の意見がいいと思ったので愚烈だったら2番からいきたい6番のプレイヤーは 発言してくださいまあ、安直かもしんないけど、8番2番の王ード4強かな、現状は。まあ、白先の4番のなんか、1番殴りが、<laughs> すげえなんか俺、人形っぽく見えるから、普通に4強で、白出てるからね。で、8番がまあ、巨人だったけど、俺に白打たない。 あんま打つメリットがないと思うんだよ、巨人だった時だって、俺に白打っても囲えないわけだし、まあ、なんだろう、白打ってグレーにロコ性を合わせるって結構、まあ、狼だったらメリットまだあるわけよ。狂人視点に知らせれるから、自分が狼だよっていうのを知らせれるから、まあまあ、立ち回りやすくなるかなって、ちょっと盤面的にはきついかもしれないけどね。狼だったらまだメリットはあるけど、巨人だった時のメリットがあまり変わらないから、8万狼で。 エイジング含めから4強で。でオカミ1、5番の意見は今の良かったから。5、1若干弾いて2、2級のどっちかで、まあ2級だった時初手の発言だけ聞いたら、正味9番はあんまり違和感なくて、2の1殴りが一番違和感あったから、ってだけなんだけどね。だから、現状8、2狼4強だけど、2番で白を引いた時が、まあ9狼があんのかな、くらいにしか思ってないか。9か5かな、でも。 あんまり一番追ってないかな現状はこの中ではって感じですねはい7番のプレイヤーは発言してくださいうーんまあちょっとあんまり分かんないな <laughs> 9番がその5番で4番が焼くとかそういうことも可能性あるのに、まあ、多分結論4番なんかそこまでケアしてないことに対して多分5番に違和感を持ってたと思っててその視点はいいなって思った どまあ、そこまで視点が伸びるイコール村かどうかわかんないけど、まあ、視点自体はいいなと思ったくらいであとみんな,なんか1番派2番派って言ってるけどそこまで2番で1番と対立してたことを自分は気づかなかった分かんなかった1番ってあれでしょう6番のそのあつなんてや1番6番の筋が通っててっていう話以外のとこでの話かなんか俺そこだけしか多分聞けてなかったけど そこ,こに関しては別に対策の違いじゃない大工って三たら3番が言ってたからそこまで言わなくていいでしょうぐらいの話かなって俺は思ったけどまあいいやちょっとスリーチとか特に自分いいかな希望ないんで3番さんが決めちゃって大丈夫ですちょっと守り位置は考える一応八神の世界線の近況もあると思ってるからって感じはい あとはみんな頑張ってください8番のプレイヤーは発言してください。これね、LINE がない分非常に難しいんだけど6番さんが4に白を打って4の発言も注視して聞くみたいなことを言った意味合いとしてはね、説明しとくと、うん、4番さんっていうのは自分がローだった場合囲われてやっぱり安心するわけじゃん で、6が強人だから、ライン切りすることもできるから、その精査が難しいから、4の精査をちゃんと聞こうといった意味合いがあったんだけど、うん、うまく伝えられずにっていう感じだったね。そ、うん、こまで踏み取れないよ、ね。の4の発言を注視して聞いててね、<laughs> 5、6をあるんじゃないって言ってるところとかね、あんまり囲われてるっていうふうには見えなかった。かな、うん、私視点は。結構4の意見を注視して聞いててね。だから4を、 あまり色を、ね、みたいのは五番さんかなって思って五、うん、番さんっていうのはなんだろうその意見が分かんなかったんだよね四の意見が分かんなかったんだよね四の言ってることって理屈通ってないだから五番さんが四相方って知ってて四のアシストをしてるっていうね、まあ、<ん>手つなぎ狼みたいなそういうのあるっていう理屈は私は理解できたけどね いい、い非常に難しいわかんな六番,番の話ですよね。今ね5番、6番、手繋なぎ狼の説が分からないと,なないと否定したといことで。だから、内容は違うけど、<laughs> 4番、5番、お手手つなぎたいみたいな話さっきしてたから、びっくりしちゃう。合ってます。多分番号間違えてるけど、はは合ってます。をすること私は構わない だからにが白だったらちゃんとそこで弁明してほしいかなっていうか色を落としてほしいかなって思う。ごめんうまく言えんくってラインがすごい見づらいわ。９番のプレイヤーは発言してください。ま、さい,いや申し訳ないんですけど全くわかんないですねこれ申し訳ないけど。 あのー、自分は1番の白要素が全く分かっていなくて、CT 言えば6番に対して挙げている要素って、全く新要素は足りえないと思うから、まあ、1番の感想として述べてるんだろうなって感じで、あんまり共感を得られるものじゃないと、個人的には思っているから、逆にその要素で、かなかなか時間使うのって、狼っぽくないかなぐらいの要素しか1番に対しては感じてなくて。 なんか6番視点で一番そんな弾けんだとか、一番弾いてる5番の印象がそんなにいいんだとかっていうのは、ちょっとよく理解できないんで、明日以降とかでもいいから説明は欲しいなって思ったんだけど、8番の視点は、8番はまあ結論ま、あんまあ分かりません。5番の発言理解できなかったから5番が気になりますぐらいのことしか言ってないと思うから、正直よく分かんないなって思いましたね。なんか一番人外濃度が濃いのは4番じゃないかなぐらいに思っていますけど、 4番の発言を聞いて4番で囲われてなさそうっていう8番もよくわかんないけど、なんか8番が狂人だったり狼だった時に4番に狼っぽくないって言う必要あんのかなとかも思うし、ちょっと謎ですね。申し訳ないけど、1番の白予想は拾えてないです。2番の1番に対する引っ掛か,かりは、まあちょっと変だと思うけど、そんなに言われることかなって思うし、えー、むず。 むずいわ。1二聞くけど、俺5番はそんなにむらとは思えてないんで、1、2、5はちょっと最後まで悩みます。うんうんうん。まあ9番の扱いが難しいな。い9に黒は打ちにくいよね。9番さんは全く疑ってなかったけど、今の発言を聞くとちょっと疑わなきゃいけないのかなと思っちゃいます。4が人外に見える要素は何ですかそれって1を叩いたことじゃないんですか ?1 の叩きが正当だったと思った9番。 じゃないのだって4の意見ってそれ以外ほとんどなかったと思うけどだからそしたら1が一番おかしく見えてる9番に思えるんだけど白要素が分かんないじゃなくて4の意見が合ってると思うになると思うんだけどえっ、ー、と2番さんに言っときます9が怪しくなったんで2が村かもしれないと思って問いかけます2を釣ろうと思ってましたで今9に傾いてます えっと僕が考えたのは6番さんは出るときに潜伏しようと思ったのに5が言うなら出るかっていう感じで出ましたそこで5の精査を始めました僕はもしかしたら5を疑うような発言をするんじゃないかするんじゃないかと思って聞いてましたもし5を疑うような発言をしたんだったら、えっと、6は何で5の言うことを聞いたんだろうっていう考察になって6が偽っぽく見えるだろうと思いながら聞いていたからです はい、そうやって僕は精査をしようと思って話を聞いていたので、えー、その6の話し方が筋が通ったなだからあの偽要素は出てこなかったですっていう話を共有しましたはい、2番さんはこれを聞いても1番が、えー、何かしら黒を塗ろうとしている狼に見えますか 2>, 2番のプレイヤーは発言してください全く何,何言ってるのか分からん <laughs> なんで黒を塗ろうとしてる狼って見えると思ってるんむしろ色見せへんような狼とかって書いかるけど。まあ、ただ理屈は分かったよ。その一番の頭の中の四股回路を伸びたってだけね。で、いいや。現状気になったのは5か9。まあ、9はちょっと微妙かなって思ってる。5番とか特に、あれ、占いは6か2せ。8に答えとくけど、8番が。 えっとね、俺の中では、俺がその位置にいて、しかも8番って潜伏したら3周目を狙えるっていうの分かってる、強い位置って思ってるんやろだったらそれで2周目に出て3周目状況下になっても、別に8番ってその釣られる懸念性あるかなって、俺が8番の位置におったら思うから、ただ俺はあなたじゃないから、考え方も違うかもしれんから、わからないって言ったの。6番に関しては、安直に28 7てなのやろなってめっちゃ思った。別に客観的に見ても28のラインはなかったと思うし、しかも9番が、さら9番がやっててんけど、6番視点で1が弾けた理由が全くなかった。 しかも5番が良くなる理由はないと思うけど、5番は俺めちゃめちゃ気になったけどね。最初めちゃめちゃ4を叩いておいて、まあ、釣り位置にするならグレーになるから2番っていうのはわからんでもないけど、だったらなんでにそのもうちょっと4フォーカスで、だってめちゃめちゃ盤面くっきりしてくない ?4 が怪しく見えた時って、まあ、4が強靭か狼オなわけやん。で、俺を釣りたいって言ったら、安直に4番、2番の狼オでラインを繋いだってなるなら6番強靭になるし。 そうじゃなくて、4番がこれは狂人かもしれないなってなれたら、人間やった時に狼じゃないってなれたら、4番狂人やった時に8が二世になるし、全く68に触れてるのが違和感やなと思った。でも1番回も今言ったけど、9番ってそこまで4番を人間視するんやったら、9番死のもっと68の真偽ってあったんじゃないって俺は思ったから。しかも結構6番に、1弾けた理由何とか言ってたから、だったらもうちょっと4狼6狂人からの精査ってなかったんかなと思う。 俺が言ったみたいに、安直に言ったら4番、2番のラインとかも見えたわけやし、4番って2番釣りたくないって言ったから。だから若干、K も気になったなと思ったけど、5釣りかなでは。3番のプレイヤーは発言してください。あ俺があぐら返ってんなら申し訳ないけど、マジで言ってることわかんねえよ。ちんうん、まあ、6番視点でね、あなたたちに8黒が見えるんなら、俺が聞いてるのは間違いないなら、6番って5番怪しんでるけどさ、5、8、さ、6。 6白って打つと思う、めちゃくちゃ5番弱い位置だけど、1交差って申し訳ないけど、それは真っ先に浮かぶのって変じゃね、普通に考えて。うーん、俺は一応ね、1、2、ランでいいと思う。まあ、少なくとも5は外すべき。6番が8教授を見るならば5番と後半位置っていうのは十分番目だけど、天いね、8オの時って5絶対つながんねえだろと俺率直に思ってたけどね。2番視点で9番に対して怪しんでるって言ってないんだから、9番って4番が狼カに1番見えるって言ってなかったっけ 9番,が一番あ9番が一番怪しい,んじゃないのは片城の4番。でも4番いけないから1に行く。でも5番どっちだろうっていう視点だから、9番って全員怪しんでる位置だから、しかもなんなら4番を怪しんでる位置だから、うん、2>, 2番って変かなと思うし、なんか1、2番でなんかこうですか、こうですかっていうのガチ意味わかるやん。マジで俺があぐらかいてて話聞いてなくて、今クソなこと言ってるんだったら後で叩いてください。ただ、ガチで思考が意味がわかんない。 あなたたちの思考を追っていくと絶対に見えない視点ばっかり出てくるから一回ちゃんと見た方がいい。ちゃんとね。うーん正直、信教で追うなら号泣狼全然あるけど、新路で追うなら全然ないし、8番視点で、ね、あなたの視点は信教確定なんだから、とか狂人確定なんだから、二郎一もっと LINE で教えてほしかったなってぐらい。以上。投票を始めてください。まあ2番いきますか 迷うなこれまあ八かでいいかな7かみ87かみ8ごくろの「信用勝負負けてごくろ」でも8釣りまでいってもいいかもしれないね 2> 2さ,いさあ うーん、まあいやいや。いいや、いいや、いいや。で3番に言っとくけど、6番は別に5、8で折ってないから、なんなら5を弾いてるから、まあ別に6のシーンは俺はないと思ってるけど。で、8番もラインが見えないって言ってるから、最初に。まあそこ若干、うんって思ったよね。ただまあ聞いていったら、8は4番が狼っぽくないって言ったから、あたったらライン見えへんくてもおかしくないかなと思った。何回も言ってるけど、4が狼って見た時に、めちゃめちゃ4、2のラインは見えるわけやん、客観して。 だから、8番視点で見たら、結構だって6番強人で他に人外が使用しないわけやん。だったら結構4が黒い地になるわけやん。ってなった時に、4、2って見えへんかなって安直やけどね。もしくは、まあ、4、2が見えない。結構3番から2番の評価って低いから、3が例のやった時に2が死ぬから、4番って2番を守りに行って、でも普通に2番って死ぬよんねん。ってなった時に、4、2ってあんま見にくくない。わざわざ守りに行くって。ラインつなぎに行くって。 そういう意味で、4にはないかなとか言うのはやったらかるけど、うん、で普通に8番って普通に4がお金っぽくないって言ってるから、だったら、ぐらい残り2591、ライン見えないのおかしくなくないだって2周目話しての5番だけやし。ああ、かな。1番は俺に入れたのは3番に納得したからかな。俺はやっぱり六が二世やと思う。そもそも発言が、1番はあ,れあの発言の数字が通ってるって言ったけど、俺は 西目の発言は筋は通ってないと思う。安直に2864強かなって。だからその4強ってしかも入れたのもよくわからなかったね。なんかめっちゃ触れたなと思ってる。多分6番強陣やから、盤面的に見たら4番で囲えてる可能性高いから、だから占われた時に強陣って言いやすいようにしてるのかなと思った。最悪に触れたんって。うん,うん。だから間違ってたらごめんけど、8信やと思って。俺合計とか全然あるかなと思ってるけど。あんちゃん1が俺投票は、まあ普通にあれ指定されたからかもしれんけど、分からん。 さあどうするかさあどうするかこれアン安イなら7ですよね安牌なら7だけど8もありだね。あね明日多分ご苦労をたれて死ぬから逃げ切るの,あの小手よさんになるよこれ。8噛まないと。じゃあ8噛みます ?8 噛む。8噛んで。じゃあお手手つなぎましょう。頑張りか8噛んで。はい、まあでも通んなかったら頑張ろう。 はい、そうですねはい、頑張ります。ワンちゃん GJ なんだよな。昨夜は誰も死にませんでした。7番さんの護衛が大事だわ。8声 !8 声 8五泳ってことはえー、っとそもそもあーシンプルに読んで囲われて確定紙しに行ったか8信と見てえー、っと西色ね19の人たちが8を噛みに行ったかです僕視点はねえー、っとそうなると66番しん 6番ってあれ ?6 番が4白か6番が4白なんで半あれか6番が待って6番9白49白ね49白なのであごめんなさい僕は視点間違えてたわ4番9番白の8番がまあ狼かは分かんないけれども2白なら1番1番か。 どっか今日ですえー、ちょっと決め打ちなんで、ちょっと話聞いたから決めますけど、これ結構僕苦しいね。8 a が入ってんのか。昨日2番に入れたのは、正直1番2番ランだったら、まあ僕は1番さんの初週の発言のみを聞いて、えっと、2番に入れてます。1番の9番さんの、えっと、指摘はあんまりちょっとわからなかったけども、2番に入れました。 6番のプレイヤーは発言してください。はい、9ラナって白でした。まず9番あったりは、やべー昨日の段階で、あま,まあ誰かも1、2が誰か言ってやがん。4殴りしてて、裏の説があんまないのが、あれかなと思ったのもあるけど。で、なんか2番白だけ出ていけるけど、なんか4番を巨人で塗ってるのがなんちゃらかんちゃら、なんか次の日に囲えてる可能性があるから、なんか巨人っているように言うためって言うけど、 4番の発言ってまあ白酒がこれ使うのはもったいないけど4、4の1長いと俺結構他,他人から聞いても多分,分かると思うけど、クソ不当だったと思うので、一番になんか6号紙を追えばいいんじゃないなんか6、6白出てるか、なんちゃらかんちゃらみたいなのなが4長いって。だから別に4番が人間っぽく見えるから、4番白出てるか、ら強人って置くのが何がおかしいのかよく分かんないし。今、でも8髪なんでしょ、これ、8声で。 ってあったら、8番が俺白打ってて、地ガミするメリっトないから、俺視点って黄色白出てるから、いちカ狼が結構俺視ン濃いけど。って思っちゃうけどな八86審議ついてなくて、8番噛んじゃった8強いちカ狼の線もあるから、5番釣り俺視点でいいけどね、別に。そうなんだ。一番怖いのが81狼だけど、81狼で、まあよくわかんないけど、俺が裏視点に接触されてるのかわかんないけど、 まあ、八一あった時、普通に噛まなくていい気もするし、俺が6万円が一番白見て白見てるから、八一あったら普通に、そのまま戦えばいいと思うから。八九一五万のかなーと思ってきたけど。さんまさんやったけど、なんか八五五のがなんちゃらかんちゃら出てたけど。8五がない理由、よくわかんなかったけど、さんまさん聞いてたけど。でも、あると思ったの、昨日俺は。七番。のプレイヤー。は自爆から。確認してください。まあ、一問じゃ、3番さんが死ななくてよかったけど。 うん8ちょっとねあんまりわかんないやダメだなんか一番言ったけどその一番がめっちゃ黒いと思ったってわけじゃないけど二周目しないかなでもなんか 5, 5番さん黒歌いてるのになんか話聞いて決めますって言ってたのはなんかあんまり黒打たれる前提じゃなかった。 感じしたから八号とかなさそうと思ったぐらいかなちょっとわかんないんであんま発言しないけどちょっと八の発言聞いたいやどうしようの話も聞いてきますした。ガチわかかないごめんね自爆はもったいないな。のプレイヤーは発言してください今日は実質占い師の決め打ちで五言ってください。五言ってもらって。 でそのあとはもう村で考えてもらうしかない。昨日はあの7番さんはその前にグッチョブでした。えっとね、7番さんにご援欲しいっていうの忘れてて噛まれるなと思ったんだけど、7番さんがちゃんと守ってくれててよかったと思います。あのー、2番さんだけは昨日釣りたくないと思ってて、っていうのもう狼でさ、あの視点でどっちが真か強人かって分かんない中でさ、 私を信って言える2番さん、2周目めちゃくちゃ白くて、2だけが唯一村だと思ってたの。で9番さんにも1番さ3、まあ、9番さんはロンで釣れると思ったオオカミだったら、1番さん、4番さん、9番さんの中でね、ただ5番さんだけがちょっと浮いてて、なんかロ,ロンでも釣れなさそうだしって思って、き、まあ、昨日ご投票して2だけが釣りたくなかったんです、私で。だから確実に 今日は五に行ってほしくてあとは明日は私噛まれるんであとは914番3で頑張ってくださいって感じただねあの私を真と思って噛めるのは4番3なんだけどそう安直に考えたくもないんですよねだから4が黒っていうそれは私を噛むことによって4の黒を負わせるっていうこともできるからさまあでも私は占い師の仕事は半分は終えてまああとは 村の皆さんで頑張ってなんだけど、私は、うん、1番さんの言論が何だろう、9番さんのこと白いと思ってて番、なんかね、どっちにもあるんですよね、1番さんって何、9番さん白いと思って、2番さん行こうと思ってて、9番さんが黒くなっててあの、ね、しかも私、バグでちょっと投票先が今出ないようになってて、まあ多分だけど、2に入れた中にラストウルフがいると思ってます。はい。 -2 に入れた人のプレイヤーは -1 ・5<う>・9全入れてるやないかなんかな何を言われてるのか本当に理解できないからちょっと一応説明するんですけど4番が人外っぽいです4番が人外っぽいのは5・6・ロ・ロを追わないのがおかしいっていう指摘があまりにもおかしいから1番視点がおかしいのは4番ですって言ってます6番自身が4番人外だと言ってます8番視点で見ても別に4番ねえ、えっと人外あるじゃんえっと、どういうこと 8番シーンでも6番シーンでも4番人外って構成としてはあるんですけど、4番人外だったら、でど,うどういうことって思ったんですけど、はい、2番とかいろいろ。1番については9番が怪しいと思った理由もう一回教えてください。俺は1番の白要素取れませんでした。5番、6番が1番を真っ向から弾いて2番にだけ視点向けてるのマジで変だなって思いましたって言ったら、1番がこっちに視点向けてきました。2番結果、白結果、強人かもしれないけど、1番視点って結構5番がほぼ黒でしょ そうでもないのかなってなってますけど、どう,どう思います今。1番って。はい。まあなんか5番に行きそうですけどあの、1番が白い、1番が白いってみんな言ってるけど、1番の白よさは俺全く拾えてなかったんであの、昨日言った薄い要素しか拾えてなかったんで、なんかこう、こんだけ1番を白いく弾いていく思考の方が変だな。だから5番の方が俺気になるなって言ってたんですけど、1番視点で何がおかしかったんでしょうか。で 結果こうなった今どう思ってるか1番さんちょっと教えてください。このまま5番に行こうと思ってるけどはい。1番のプレイヤーは発言してくださいじゃあ9番さんは4番さんが陣外に見えたのは5六狼っていう、えっと、視点破綻をしたからなんですね。4番さんの言ってた盤面を把握漏れしないでっていうのを本人がやったからなんですね。うん 僕もそれで4番露骨だけど、三の,の発言が終わったタイミングで、自爆はあるその後自分で補正しました。五、六、今日もあるんじゃないっていう風に、発言が終わるっていうか。三番,番の意思決定がなされたタイミングで、四のやったことって、一を叩いたことだと思ってたんですね。それがおかしく見えたと、僕は思ったんです。だから、九番さんの思考がずれている。一、えー、は白いのに、なんで一を叩くんだ？四は。 人っっっっっぽいててて思ったって思たるんですよ3番さんに言っとくと僕が昨日あんな説明をしたのは5番さんが1を理解できる9番さんは1の白要素が分からないって言ったから僕は自分の思考あのちゃんとした思考をできたと思ったので1周目6の話が一応ひっくり返らなかったっていうのを拾えたと思ったんでその話をこと細かにしました。 それで、二級の審議がつくと思って、えー、本当は九、えー、の方に行きたかったです。はい、二を釣りたくなかったっていうのは、そうですけど、一、二のランダから釣りました。はい、あ前目線五黒ですよ。六目線も一号なんでしょ？だから、今日は五を釣って色を見ます。以上、三番のプレイヤーは発言してください。いや、六目線、初黒があるから。 いや、ほんとにね、ほんとに俺が悪いのかな全然理解できん。めちゃくちゃ9番と同じで。何言ってんだって思ってて、マジで9番の言った通りでしかないと思ってたから。いや、マジで申し訳ないが、わかんねえんだよな。4号を仮に追うか 4, く ?4 号黒黒であんな何、何臭い演技してたってことだとしてももうちょっとやりようあるだろうってって。<laughs> してわかんないって言うけど、58だったら5番弱すぎんだって6番が4白打ってるんだからさ、例のそれこそ2枚出てこない限り終わりなんだよ。5番めちゃくちゃ弱い位置にならないそんな弱い位置にわざわざする必要ある。1番の言ってることわかんなかったなぁ、マジで。うーん、なんだろうなぁ、本当に。本当に所感で言うならば、 うんなんか一番人外な気がするなっていう勝ちで本当にマジで薄い要素うんなんだろうな俺視点ではもうすでに4番黒の世界線はなさげ4号はさすがにないと思っているし<ー>5番と仮にじゃあつなげるなら1かなって思ってるし 六視点で見るならば八日かな、うん、率直に思うからあでもぶらさないですよ五八の卓でお願いしますどっちだ四番のプレイヤーは発言してください六視点だったら五番狼でもう一匹が一番九番どちらかにいるかなって話なんだよな時点はね思ったのは二番目の結果が出てるなら でねーそうだなー、なんかねー、一実践の話して、いい実践の話、一番はあんまり狼っぽくないよ。だからだからこれ、教回収されてるのかもしれないけど、なんか一番って四番の話話をちゃんと聞いてるから、九、うん、番が話聞いてないから、俺、僕がさい僕最初思ったのね、だから僕が最初思ったのはシャンハタンを起こしてる話をここ自爆行こう。しししてるから <laughs> 夜にスキップしましたここ自爆行こう。うん ここ自爆結構意味深だからね意味深の自爆え自爆すんのであれば何ミは逃げ切ってくれいやカミねー普通に 普通に七神だったか七神勝負だったかてか七神だったらなまあでも同じかむしろ4が白くなってる感じあるから結構暑いなむしろ朝が来ました昨夜死んだのは 8番9番のプレイヤーは発言してください<黒>どうするかねまあどうするちょっと長くなるけど6番釣る えっと、一音に、まあ、確かに説明不足のところあったんで一応にもう一回言うんですけど俺は4番が怪しいと思ったのはこれ言ってなかったかもしれないけど56朗朗っていう言い方をした56朗朗は視点破綻んじゃないかではなくて5番の言うことに6番が沿った動きをしているから56人外に見えないとおかしいでしょうっていう4番の1番への指摘が意味不明だから4番が1番 ってていう話をしててで、それと別に1番が白くないって話は全然両立する話で、で、5番とかが1番弾きまくってるのの思考が変だなって言ってるんですけど、もうあの俺1番に何を指摘されてるかもうずっと理解できてないんで、1音の精査は正直ちょっと精査不能なんですけど、ああ、精査不能なんですよね。 一号ローローだったから、なんか五番に視点を向けてる。九番が嫌になって、九番殺そうとしたけど、二番一になったから。え A 二番つっちゃいにも見えるし、全然四号もあるし。四番、五番ローローだからこそ、五番、六番。人外だろうって、あのよくわかんない。指摘になっちゃったって視点もあるので、一番、四番は正直めちゃくちゃ迷うんですけど、とりあえず六番つりますか？はーい、一番のプレイヤー。頑張れ。発言してください。逃げ切れ。さて。 3七の指定が6釣った後と翌日1を釣るっていう思考だったら今日4球を釣ってくださいまあ6の1黒5枠があるのか5枠があるのか6はマックス強陣なので、えー、今日決め打ち日で4球どっちか決めなきゃいけないのかなって夜時間は思ってましたさて 3番さんに通じる話は僕できてないんでしょうね。えっと9番さんについては、えっと、4を人外目で見る目線はそこだったんですねってそれだけで終わりです。僕は4が1を殴ってるだけの人物って思ってたのでそこを人外1は白いじゃないかって思ってると思ってた以上なんですよ。 で、そこが違いますっていう返答だったらそれで終わりです、話は。いや、3番さんが4を弾くって言ってるから、今日なのかなって、夜時間は思ってたんですけど、僕は4番さんが弾ける理由が分かんないです。教えてください。4番さん弾ける理由が全く分かんないんだけど。 昨日歩み寄っってててきたののは、まあ氷にしか見えなないいで、で白と取す。3番のプレイヤーは発言してください。いや、まあ、盤面ですね。普通に4号狼の構造、このゲームを通して4号狼でするかっていう俺には納得がいかなかった。まあ、うまいかもしれない、その点は。まあ、盤面しか見てないから。<laughs> 申し訳ないが、まあ、どちらかというと4番より1番の方が、まあ、 会話的には分かんなかったなっていう印象。マジで俺ボロ雑巾としてさ、生きてこうと思ったのに。最低だ、マジで。うーん。耐えろ、4番。ガチで申し訳ないが、なんか初手の。初手の4号番の、ねててでも、なんか下り,な下りだけで勝てそうだぞ。だ今んとこマジで印象でしかなくて、印象のみで勝てそう。印象悪い1番って感じで。今日は6、一回行こう。 それと、あの、7番さん、僕、守らないでもらっていいかな。<laughs> <laughs> ああ、マジかー、本当に。5番が自爆した理由もちょっと多分、沼ってて、意味なく、ちょっと混乱させようっていうのかもしれんが、逆に意味があると考えても、例えば5釣られた世界線であろうと、8釣られた世界線であろうと、問題ないと思ってるから、だから、51ロ楼で、6審の8五爆とかを、 手の呪縛かなとかなんかすげえ考えちゃっていやー申し訳ないなんか村と多分会ってないから俺が間違っているのかなーっていう気持ちがめちゃくちゃ高くてただ飲み込めない <laughs> いや申し訳ないちょっとっありそうだなこれ4番のプレイヤーは発言してください頑張れまあ6いくなら6いっていいんじゃないですか 9番、1番どっちかでしょだって、僕は基本的にその2周目の発言で2番寄りの発言をしたっていう話をしたんだけど、で、その時に1番の言ってることが分かんないっていうことで、プラスアルファで、なんか5番、6番のそのどうのこうのって話があったから、1番に対1番がね、だからそれだったらあるんじゃないのかなって、実質点は思ったりしたっていう話をしたから、 僕はね、僕はその話をしたから、吸盤が履き違えてるのかなって思ったんだけど、そこを踏まえてほしいかな。考え、ちょっと考えてほしい。対話できるなら、吸盤が。いや、わかんねえ。わかんないけど、ワンテの癒着か。うん。一番悩しいところって、賞味、そこぐらいしかないんだよな。 一周目以降は基本的に違和感がないから、一周目のそのそこの、なんていうの5番なん、5番とか6番に対しての話ぐらいしか違和感残ってないんだよな。どうなう多分ん3番はもうね、5番からの4番の触れ方で4号がないっていう話だと思うからね、4番の発言自体はあんまりあんまりね聞いてないと思うんだよな。番に僕が言ったことを九番どう捉えるのかによってかな。 なんか、めちゃめちゃ具だったけど、なんかいけそうだな。発言してください。あの、<laughs> 7番さんまでで頼むから、今日914どこでもいいから、とりあえず、俺からランス避けてくんね。いや、俺視点で別に今日どこつってもいいの、正直。914どこ、まあ一番ずれたら終わるんだけど、94別に辛らいところで嬉しいんだから終わらないから、俺が巨人じゃなくて PP がないから、学級確定するわけよ。一番視点で俺巨人になったら PP になけだから今日、 今日釣ったようになかったらわ <laughs> かるよねこれ言ってるほどどっちみち俺を釣ったところで明日、まあ、話し合いが延びるだけであって直すって別に変わらないわけよなんなら俺が生き残って俺が死んだっキーでそうなのよ人の浮いてるから別に今日そうなのよ俺勝てるわけよ,そ,よいやそれはそうでもその場合ってなんか位つ釣れそうなんだよななんか俺が偽裁っていうのかよくわかんないけどまずなんか全部言えなかったら返すんだけど基盤に初手で言われた一番の知白奴っていうのはちなみにフィーリングだからあれに関してはね 西に行った1番が白いと思ってるのは、精査の仕方とかフィーリングだから、この9125で聞いた中で、1番の精査が一番違和感なくて、フィーリング的にも一番白く見えたから、一番弾いてたのね、9125で,で。2番が一番安直に824強って言ったのは、2番4番の発言がグレ,ーグレーっていうか、まあ、俺は白先で4番見えてるから、発言がおかしいから4番強じに見えて、グレーで一番おかしなこと言ってるのって、2番の1番叩きだから、 普通に考えるんだったら8番2番狼四4番巨人かなってい説を落としたわけね。アンチクに、アンチクってなんか2番様なんか言うこと言ってたけど、何がアンチクなのかわかんないとか言って書いてたけど、一番おかしな発言をしてるのをつなげて8人狼四4番巨人かなっていう説をしたわけね。はい、7番さん頼むわ。今、まあ、気温でもいい。どっちでも。いい7番のプレイヤーは発言してください。えー、やだ。<laughs> やだよ、6番2よ。だって僕、噛まれたいもん、ほんとに。<laughs> にに自分にヘイトが飛んでこないとね。 もう何にもわかんない。みんななんか、あ、やり合ってるな、みたいな。でも別にな、それぞれ本当に思ってんだろうな、みたいな感じになっちゃうから、ガチでね、なんか村とかオオカミとかもわかんなくなるわ。ダメだわ、俺、騎士、向いてないわ。だから、オオカミさん、俺噛んで、あの6番釣って、俺噛んでください。で、4人で。もう3番さんには申し訳ないけど、頑張ってください。それで。ちょっと俺にはわかんないから、逃げます。 今日6番っつってだってそれってさ6番のシーン決めつってことでしょ嫌だよ僕の一存で6のシーン決めるつのだからそもそも俺8番がシーンと思って守ってるからしんち6つ読んで絶対全老7番噛んでねお願いねえ、うん、まあでも7番噛みなんだよな実際問題 1GJ 入っちゃってっから 6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してくださいいや俺気持ちじゃないよいや,いや全然違う縄が増えるかどうかの話をしてるだけで別に今日だって今日俺を釣って今日俺を釣ったとしてもどっちみち明日気持ちは変わんないわけでしょ今日で決めるか明日で決めるかの2択って 今日で決めたらワンチャン俺が死んだったら縄が増えるよっていう話ね。変わんないじゃん、結局俺を。俺が死んだろうが、偽だろうが、理屈はわかるよ。理屈はわかるけど、なかなか難しいと。話し合いをするかしないかの話しかないから。<laughs> うん何言ったらい,いかな一番のクラスないんだよね。俺一番ずっとし合うと思ってたから、正直。二番で黒釣れると思ってたし、825で、 番まあ、2番白だったら、基本黒かなと思って、基番白引いたから、普通に8、2だと思って、終わりだと思ってたから。1、5、ローの要素は本当にない。わかんない。8番が5黒打ってんのもやべえし、巨人で5バグってっから。そこがやべえなっていう感想しかねえから、俺視点はマジで1番の話は聞いてない、白だと思ってたから。9、2、5にはいると思ってたから。うーん。感じかな。 俺を釣るのが一番もったいないっていう話をしたかったはい7神から入って3番がなんていうかだよな9は多分白浮きで14バトルなんですよこれ。 なんか変なこと言っといてよかった初日絶対4番を苦しめたいので潜伏皆さん潜伏しましょうっていうか絶対4番さんを助けてあげたいので最初に使用しましょうっていうか迷ってたのでお手ってつなぎたいって言ったんで使用しましょう派にしたけどなんかそれで3が4号見えないとか言ってるからチャンスや朝が来ました、うん 昨夜死んだのはさあ七上9番のプレイヤーは発言してください,ださいまあちょっとそれぞれに語りかけるんですけどまず1番に対して思っているのは俺初週っていうか初日の2週目から1番は別に白くないと思っていますでも4番の方が人外っぽいって 言ってるんだけど、なんかその2つを聞いて、4番は1番を叩いていたから、1番を白く思わない、思ってるんじゃないか、だからおかしいってなる思考が俺は理解できないので、理解できないですとだけ言っておくね。はい。うん、俺は白くないって言ってるよ、1番は。で、2つ目が、えー、っと、1番視点って6番に黒打たれるよりも前から6番偽に見えません別に1番の視点からじゃなくても、 6番がめちゃくちゃ私は偽に見えていたんですが、だから6番釣ってるんだけど、わざわざ、昨日ね。なんだけど、1番視点って昨日6番ずり提案しながら議論を引っ張ってもいいんじゃないしかまして、9番まで疑ってるんだったらって思うから、その2つを1番に対しては思ってます。4番に対しては、9番に対して、あの会話ができるんだったらって言ってるけど、4番ど、どういうあの理解の底が起きてるって言ってるのか、ちょっと昨日ね、説明をはしょりすぎてて、俺は理解できないので。 4番視点で本当に痛かったことは何だったのか、だからこういうことはずれてますってもうちょっと説明してください。もっと言うと、1番は4番で叩かれたって言ってるから、1番も同じ認識の素を持ってるはずなのに、9番が会話できるなら、つって1番に働きかけない意味もわからない、1級で迷ってるっていうなら4番がね、1ほぼ黒で見てんだったらいいけど、4番にはそこです。俺は4番の方にちょっと傾いてるけど、3番も意見聞かせてちょんまげ。1番のプレイヤーは 9番さんに言っとくと僕は4が1を叩いてるだけの人物と思っていました。で9番さんはその4番を人外だっていうから4ががを叩くのがおかししいいと思っていましたそこじゃなかったっていうのをその後の会話で成立したのでそこでようやく理解ができたので9番さんのその点は黒要素じゃなくなりました。うん 外した、はい、以上です4番さんに質問になるかな。4番さんって1番に対して、えっと、5オオカミ6強陣を追わないのがおかしいから今日は一釣りだって2周目に言ってます。で5の黒結果が見えました。 俺の言ってたことが正しいじゃないかになんない4番の視点ってだからやっぱり1黒で合ってたんだになんないなんで急に1の言ってることは真っ当に途中からなってきたのかがわかんないので5の黒結果を見て1の評価がなぜそっちに倒れたのかが僕はわかんないから4かなって思ってます Q の黒要素がなくなったってそんだけはい以上です3次第だな,、はい、なんか <laughs> 9は4に入れるだろうから <laughs> まあまあまあはい以上です 3>, 3番のプレイヤーは発言してくださいまあオオカミ俺を残したことを後悔しろとだけ言っておこう ガチでなぁ本当にね、今5番が自爆したときとか、いろんなね、ちょっとすっごい重いともう。2番が言う通り、2番って5泣って言ってたよなぁとか思い出してね、傾こうとかしてるんだけど、でもまジで、5番はね、ガチで多分、白黒要素じゃないんだけど、でも、もうちょっと、うーん、疑える位置なくなっちゃったんだよなぁ ていうマジでうわマジで本当に俺を殺してほしかった。<laughs> あーうーんああうんの4番疑うのわかるんだよね。発言とかは聞いててわかるんだけど。わかるんだけど、もう4校にガチで見えないの。LINE 考察で。来たわ。来たわ。 4番だったらマジ初手だけで勝ったこれ。っていうか、8噛むっていう前提の時に、多分4番って死ぬじゃないですか。そんな時、基本的にね、あれ違うかあ、そうだよな。その時って5番が逃げ切り値になんなきゃいけないけど、5番って逃げ切り値足り得るかって言ったら足りえてないと思うんだよな。多分俺ぐらいだったと思うからあの、その考察では5番釣れないよっていうだけで、俺5番の怪しくないとは言ってなかったから、 <laughs> いやーごめん。でも、どっちにしろ8は噛むしかないのかな。うわあ !4 <laughs> 番のプレイヤーは発言してください。8番の1日目の投票で5番に入れてることから、5番って逃げ切り位置になんないんじゃない俺は8番が真だと思うから、この話をするね。だから、多分、8番を噛んだのかなと思ったのよ。ってなると、 逃げ切り値が1番、9番、どちらかになるけど、はあ、9番さんに言いたいのはその2番が、2番が正しい、2番が1番の言ってることが分からないって、言ってるのが正しいって言ったのと、自分の主観では5番,5番と6番が人外じゃないのかなって、少し疑問に思ったよって話をしたから、なんか、そこ1番に対して当てつけをしてるわけではないんだよな。なんか そうならないのがおかしいって言ってるわけじゃなくて自分の思考だとそうなったんだけどなんていうのんい <laughs> そんな俺はそんな一番に対して強要はしてないんだよなわかるかなこれうんと思ったんだけどえだって一番さんのおかしなところって二週目以降あんまり拾えてないんだよ実践マジでマジでね えなのになんか一番がなんか、四番に対してなんか、そえだってそ,そしたらフォーカス向けてんのって合ってるくないおかしなところっていうのが合ってるくない一番に対しては。だから僕の昨日の,の話は正しくないって思ったけど。えぇ、ー、五番とつながる位置。1なのかなぁ。あ、一行く僕は。僕は一い行く。 <laughs> どうこれ。耐えた耐えたかな耐えましたか ?3 が1いきそうですから、これ。9が1いってくれりゃいいんじゃないのおー。この時点で9の狼がないと。 1番のプレイヤーは発言してください。まあ、9番オカミだったら負けかなとは思ってるんですけど4に投票しましまたたかかんなかったですで今4番さんが変だったのは間違いないので4に投票したんですけどえっと4番って今8が「死ん」だと思うって言いましたよね。ってことは6の強人ですよね。 だから黒子箱を追ってその思考になっちゃったってことそりゃそうやろ。うん6の巨人がね4級どっちか囲えばあのオくかミが囲えてるってちゃんと精査できたんですよ。なぜ村はできないって思っちゃってて。 あ自分の白要素いっときますね、昨日4球から行くって言ったところです、昨日4球、本当にこのあと3 7が控えた中で、4球が釣れてしまったら、この日に1は釣られますいやこれ、勝てるんじゃない白要素、微妙でしょう。はいそれが僕の,あの白要素です、昨日4球を釣れたところ、4球どっちでもいいから、どっちでもいいからじゃない、黒を見つけて釣らなきゃいけないって昨日言いましたよね。 今日一が釣られるぐらいなら、釣るって言いましたよね。それ釣っちゃったら、今日負けてるんですよ。それが僕の白要素です。はい、で、四番さんのおかしいとか、気づいてください。八神<や>で見て、一狼にたどり着いたとこです。以上、四番。いや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 。のレイヤーは発言してください。頑張れ、四番。いや、一狼にたどり着いたのは。いや、一番、九番。迷ったよ。迷ったけど、九番。 9番が結局何話したいのか分かんないって言われて、で、ちゃん僕はちゃんと言いたいこと言ったし、これで分かるかなって思ったらかな。ええー。まあ、いいや。もう9番の狼は追わない。もう、追わないからもうしょうがないと思ってるから。え、別に。だから1番9番評、結局相対、相対評価っていうか、どっちか比べたときに、 まあ一結局、1番の方がおかしいよねってなったから、そう。プラス5番の、5番の相方として逃げ切れる位置が1番じゃないのかなって思ったから、9番って終始、えっと、全体に、全体に違和感を抱いていて、抱いてるんですよね。だから、別に逃げ切り位置になろうとは思えばなれるけど、でも結構、でも怪しむ、うん、怪しむ位置になってなくない 一番の言ってることはもう表側だけの簡単な,わわなあの推理だからも<う>まあ響くことはないだろうで,まあでも4番はわからないなーっていう感じだからわからないって言ってるんだったらじゃあ釣るかみたいない一番のそのそ白紙おかしくない、うん、だってそれって3番7番の前だからでしょ 前のは3番が6番いくって言ったから実際は6位にいくしかなかったけど別に一番9番いってもいいからね僕もえいどうだどうだ一番いこうでもなんか怖いな4番死にそう 番おおやっぱ1番いくよないや1番いくよそうだよわかるわかるいや今の1番いくよ別に6が教授でも1クロ打つもんナイ,イスイげ切り中盤くそくなったけどですえーそうですね全く話も聞いてくれなかったなーっていうのが正直なところですかねうん。 今さあ4番って1番の黒要素は一つもなくなったって言ったんですよ。ずっとまっとうなことを言い始めたって言ってるんですよ。それで9一で比較して9番さんに対しては質問をぶつけながらまだあの怪しんでいる部分が残っている。えー、9オオカミいやー。 分かかんなかったです僕自分の白証明すごく正しいと思ったしだから説明して白を勝ち取ろうとしました残念いやナイス4の逃げ切りを閉じなんか5番くそグだった8番のさ黒結果でさえじゃあ確定紙じゃなのかみたいなさよく分かんないこと言ってさくそグだったんだけどあの なななんかなんとかかとったわ8が4に白打ってると思っちゃってさえじゃあ確定紙じゃんよく分かんないこと言っちゃったんだけどなんか結局5番が初日4に触れたのがラインないとか言い出して助かったーよかったー変なこと言ってなんとかなったじじ朝が来ました 昨夜死んだのは。うんうん三回九じゃないんか。三番。最後までわかんないスタイルゲーム終了。人狼の勝ちです。いやナイスよナイス逃げ切るよ四番さん。最五番先手ですか？五番さんって潜伏のつもりでした。いや二潜伏のつもりで四番どっちなんかしなんか盤面でどうなるとか言ってたから。 まあ4番をいじめるために使用しないでいきましょうっていうか4番を守るために使用しましょうっていうかの二択考えって言ったって感じだななんか初日のみで決めてくれたからめっちゃ熱かったな死んだけどクソグだったけどねもう盤面めっちゃ漏れてたけどね僕黒打たれて八幡さんにね八幡さんに僕自爆が全然分かんなかったあ自爆はマジで分かんなくなれと思ってやったなグダレーとか言って なんかプテラさんに2線とも黒打ちたくなかったよでも黒なんだもん <laughs> いやそう捉えられてね8番さんにねいやだ僕もう絶対どうしようかなと思ったね髪はね <music>